薬膳何でも質問会始まります。はい、皆さんこんにちは。国際薬膳学院の赤堀です。本日はこのチャンネルにご質問いただきました内容についてお答えしてみたいと思います。早速コメントいただきましてありがとうございます。はい、激辛のものを食べるとお腹が緩くなって下痢っぽくなります。中医学的な仕組みを教えてください。はい、いつもご視聴いただきコメントいただきまして本当にありがとうございます。こちらの内容なんですけれども、まずは中医学の表裏関係についてご紹介をさせてください。表裏関係って言いますのは全く別の臓と腑、非常に関連が深い臓と腑があるんですよ。これを表裏関係と言います。表裏関係っていうのは私非常に仲のいい老夫婦みたいだなっていつも思うんです。例えば全く別の2人が出会って結婚して一つ屋根の下に暮らしてます。一緒に長らく生活をしていく中で、例えば同じものを食べてお腹一緒に壊したりとか、どちらかが風邪をひいてもう片っぽに移ったりとか、相手の状態は鏡のように反映し合う中っていつも思うんですね。ご主人さんが奥さんに優しい言葉をかけると奥さんも一品多く作ってあげようかしらとかいう気持ちになりますよね。でまたご主人さんが奥さんにきつい言葉をかけると奥さんもご主人さんにきつい態度を取るかもしれません。表裏関係っていうのはこんな風にそれぞれ全く別人格なんだけれども、非常にいつも関係し合う中、相手の状態を鏡のように映し合う中、これが表裏関係だと思ってください。例えば肺と大腸っていうのは全く違う臓器、全く違う働き、別々の働きをしている臓と腑、この2つなんですけれども、こちら表裏関係になります。便秘をするとニキビになりやすいなと思ったことある方もたくさんいらっしゃると思います。これが肺と大腸の関係ですね。大腸の中にたくさん便が詰まって、この便秘になったというその毒素が肺に飛んだということで、肺にその毒素と熱が飛んだというふうに考えて肌にニキビができました。これが肺と大腸の表裏関係の説明になります。今回激辛のものを食べてお腹が緩くなる、ここについてなんですけれども、まず辛味ですね。薬膳で考えるゴミの辛味は肺を活性化させる味になります。この肺を活性化させる味である辛味っていうのはネギ、生姜、ニンニク、このあたりですね。例えば風邪の引き始めにこういったものを食べるとさっとこう肺を活性化させて風邪を素早く追い出すことができます。こんな風に非常にいい作用があるものの、何でも薬膳って腹8分目というふうに考えますので、肺にいい辛味も取りすぎると肺に悪いというふうに考えるわけなんです。激辛のものっていうのは肺にその熱性のものですから、唐辛子は熱性ですから肺に熱をもたらせたり肺を非常に乾燥させたりします。肺が熱を持ったり乾燥させるとそれが大腸にそっくりそのまま飛ぶ、これが表裏関係です。そうしましたら、例えば辛いもの食べ過ぎてお尻の穴がヒリヒリするような下痢をしただとか、急にお腹がぐるぐるなって急にお腹が痛くなったとか、今回のように下痢をするというようなことも、その肺の状態が大腸に飛んだ、しかもその激辛のものを食べたことでという原因になってくるわけなんですね。そしてまた栄養成分的に見ても、唐辛子に含まれるカプサイシンっていう成分は非常に交感神経を高めます。そのことで腸の蠕動運動が非常に活発になりすぎて、交感神経が高くなると腸っていうのはすごく蠕動運動が激しくなるというふうに考えられていますので、というわけでこの激辛のものを食べてお腹が急にギュルギュルギュルとなって、下痢をするっていうのは腸の蠕動運動が多量のカプサイシンで活発になりすぎたのではないか、こんな風にも考えられますね。その上で今回の激辛っていうものが肺にどう影響したかをまずは考えてみる。その上で肺の状態が大腸に飛んだんだな、鏡のように反映したんだなと思うと、これでこの状態を解説できる、こんな風に中医学では考えるっていう一例で、大変いいご質問をいただきました。本当にありがとうございます。はい、このように国際薬膳学院 YouTube チャンネルでは、
ご受講生の皆様だけではなく、こちらのチャンネルをご覧いただいております皆様からのご質問に対して、一つ一つお答えしていくというような動画を撮影しています。ぜひ皆様どしどしこちらのコメントの方にお寄せくださいませ。皆さんが普段考えている薬膳ってこういうこととか、この時何を食べたらいいのとか、この食材どんな働きがあるのなんか、いろいろお気軽にご質問なさってくださいましたらお答えさせていただきたいと思います。はい、では皆さん本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひご質問お待ちしております。